で、サードは規範の機能が外交直感。規範の機能の役割としては、ルールファンクション。うん、自覚のある短所の一つ、うん。新しい場面に弱く自信もないが、社会的な場面では、この社会に適応するために頑張ろうとする。うん、ピンチの時に体を張って、主導する機能を守ろうとするのもこの機能です、うん、その部分に位置するものが外交直感、うん、この3番目が外交直感の人は、うん、他人の動機や意図や能力がよくわからないので、わかりやすい指示や任務を与えて、うん、それを果たせるかどうかで他人の意図や能力を判断することを好みます。あ、やってる言ってるやってる、私これよく言ってますね。言ってますね。やってって言うって、うんうんうん、ある程度自分がやったものをじゃないと嫌だって、うん、ちゃんと分かりやすく、はい、こうしてほしいってちゃんと言ってほしいみたいな、で言います、やります、うんうん、はい、でそれがうまくないのも知ってます。うまくないっていうと、クリエイティブ業界、はいはい、デザイン業界にいるんですけど、うんうんうん、それが現場では100点ではないっていうのは分かってます、はいはいはい、でそれが僕はうまいとも思ってません、うん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 、が、60点ぐらい、うんだよなと思って、うん、でもこれが僕が求めるのはこれが答えですって言って出してる、うんうんうん、はい、直接経験したことがないことについての情報と同じように、うん、あらゆる予測不能な奇抜な振る舞いや、うん、発展に対しては、うん、不信と懐疑を表立って表現する傾向にありますやってますね、これやってますね、動画でやってますねやってますね、誰かが急に来たりすると壊すなよっていう思いが出てくる、うんうん、しこう動画で出てもらった時とかに、はい、なんか予想できない経験したことない発言したりすると、はい、変わった人みたいなやってますね、やってますね、はい、言いますね、はい、しかし新しい物事に直接対処する機会が一定期間設けられて、うん、それに慣れてしまえば不信に満ちた態度は見せなくなります、うんうんうん、この人たちは物事に直接関与できるときには瞬時に適応できる、うん、その一方でしばらく先の未来のことを言われたり、うん、いつか役に立つかもよと言って、うん、無秩序に情報を与えられたりするだけで、うんうん、どうしたらいいかわからなくなってしまうのも彼らなのですと、うんうんうん、彼らは何が一般的に、うん、そして自分の興味に影響しない領域において待ち受けているのかよりも、近い将来自分の目に見える範囲で何が起ころうとしているのかを知りたがりますと。そうですね、他人がはっきりしない理由で遅刻したり独自的で予測不能な振る舞いをしたりするときに怒りを覚えます。あ、もうめっちゃわかる宙に浮いている感じ、未来が不確定である感じがするので、うん、行動志向の人々には耐えられないのですと。わ、うんうん、かりますね、うんうんうん、はい、やってますね、やってますね、やってる。ソシオニクスで言うと、うん、今サード、はい、これは MBTI で言うところの第三機能ではありませんと、うんうんうん、はい、ではこの SEE の4番目、うん、脆弱な機能ですね、うん、脆弱な機能が TI、はい、内向思考ですと、うんうんうん、なんで色も薄いんですよね、ここは薄いですね、はい、脆弱の機能というのは最大の短所で、うん、強い苦手意識がある、あ、自分でも意識してる、うん、弱いってことを分かってる、よく言ってる、はい、うん、新しい場面に弱いゆえ、うん、社会的なニュアンスにも疎いですと、うん、全く自信がなく、うん、使うだけでストレスを感じるので、うん、使用を避けようとします、うんうん、まあ、バカがバレますからね、よく言ってる、こうやってへとか言ってますしSEE にとっての脆弱な機能、うん、TI、うん、理論的な知識という、うん、根拠を完全に拒絶するか、うん、あるいは鵜呑みにしてしまうかの両極端ですが、あーって言っちゃった。そういった根拠や、それに対する自分の執着については明らかにすることを好みません。
自分が取り扱う理論的なカテゴリーの数を制限するのを好みます、うん、また最終的に自分の経験から、うん、自分にとって必要であると判明するまでは、うん、新しい用語やシステム規則を恣意的で不要なものであるとみなす傾向があります、うんうんうん、時間を与えられれば、うん、はっきりと自分の価値観を表現することはできるかもしれません、うんうんうん、しかし自分の価値観に食ってかかったり、うん、議論や論争に引き込もうとしたりする人を対処する術を持っていません、うんうんうん、そういうわけで自分の考えが正しく、うん、徹底的に支持するものだと強く確信できるまでは、うん、議論に挑んでくる人に対して、うんうん、新しい決定や意見を公表したがらない、うんうんうん、負けますからね。そういう感じはありますよね、うん、そうですね。どうぞって言いますからね。どうぞ。 でも何も言わない、うんうん、そうですねって、うん、ま、私がなるほどっていう時ですね。あ、なるほどっていう、なるほどって僕には関係ないっていう感じですね、うん、議論はしたくないとか言いますからね。言ってますもんね。はい、うん、で自分、僕が議論しようっていう時は、うん、僕の考えを持ってる時です、ね、ああ、ああ、ちゃんと言えることがある。そうですね、言いたいことがある、言いたいことがある、うん、結構フリーズされるのもそういうことなんですね。あバレてるって話ですね、うん、あ、まあコメントもそうですし、うんうん、まあ、誰かが来た時とかもそうですし、うんうん、だからまあ予想外のことができて、はい、考えなきゃいけなくなった時にフリーズするって感じじゃないですか、はい、とか。そうですね、うん、向こうがバーってなんか理論的に話し、どう思いますか、うん、要は理論では理論で返さないといけない、うんうん、あ、それだ、そこで自信、自分の自信がある感情で意見があるならそれを多分言うんですけど、はいはいはい、理論的に、理論的に説明しろって言われると、言われた瞬間に、はい、理論的に言ってみたいな反応になるじゃないですか、うんはい、どう思いますかぐらいだったらこう喋ってるけど、思うことは言えますね、うんうん、はい、ちょっとなんかそれってどういうことですかみたいな、ちょっと理論的に説明しみたいな感じになると、いや理論的にみたいな、はい、なので、うん、ここでもしかパートナーとかが SEE の場合、うん、理論的に言ってよ、うんうん、何かを説明せよ、うんうん、あなた今ここを間違えましたね、うん、説明せよ、うんうん、はこの彼が苦手だと思ってるところを刺激してますよ、それは、うんうんうん、で僕はそこでドカーンってなるタイプじゃないですけど、はいはいはい、注意が必要ですよね、うんうんうん、まあ、たまればドカーンとなるかもしれない、はい、分かってれば、うん、はい、では5番目は暗示される機能、うん、というところで、右の3つ、そうですね、はい、MBTI でいうところの劣等機能だそうです。あ、はい、5番目に来るものが、うんうん、MBTI ではここを劣等機能としている、うんうん、が内向直感でございます、うん、はい、現在の流れが行き着く先を予測したり、うん、行動を起こすか起こすまいかのタイミングを見計らったりする能力に自信のある人を魅力的だと思います。このタイプは衝動的ですが、うん、同時に衝動に任せすぎないようにしたいものです、うんうん、しかしその手の能力には自信がないので、うん、だからこそどこまでやるべきなのかとか、うんうん、いつやめるべきなのか、うん、など引き際をよく分かっている人々には、うん、畏敬の念を抱き、うんうんうん、仲良くなりたいと思いますと、うんうんうん、また自分の人生に身体を超えた素晴らしい意味を感じたいと強く思っており、うん、自分に性の輝きを見せてくれる人々との関わりを楽しみます、うんうんうん、分かるすっごい分かる、分かるばっかりって、はい、では6番目、動員する機能が TE、うん、外交思考です、うんうんうん、ここは MBTI でいうところの第3機能と言われているところだそうです、うんうんうん、動員する機能 TE は個人的に関心があることや自分をより効率的で生産的にしてくれることについての事実的な知識を集めることに熱中します、うんうんうん、しかし正しい情報を発見したり、うん、選択したりする自分の能力に確信が持てないためうん、うん、その分野において能力がありそうで自分を安心させてくれる人に魅了されます、はい、恥ずかしいです言われてる
言われてる、うん、でここでやってるのがズバリそうですもんね、うんうんうん、で SEE の7番目が無視された機能が SI 内向感覚、うんうん、これはあの、まあ、この今上に出ている、うん、上に出ているこの図ですね、うん、この図でもあるようにあのグラデーションになっていて、うんうん、このグラデーションは、うん、まあ、下に行くほど、うん、多分気づいてないんですけど、うん、知らず知らずのうちにまた使っていくっていう濃さだと思ってます、うんうん、色が濃いのは、はい、うん、なんでこの無視された機能というのは無視してるけど、うん、まあ、実際使ってるっていうことですね、うん、この左下にある無視された機能は、うん、ブレやすいことを除けば発達している、うん、普段は抑圧しているが、うん、望まないコミュニケーションの際には自ら主導する機能を守るために活発されることがある、うんうんうん、反面この無視された機能は悩みの種になるよっていう紹介されてるんですけど、うんうん、この7番目の、SE にとっての7番目は内向感覚、自分の体の状態と自分の感覚の質を評価するのは非常に得意だが、うんうん、世界を体験したり、うん、世界と関わったりといった、うん、外へと向かう行動を優先します、うん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 、外の世界でやるべきことがあるというのに、うん、固くなに心の平和や安定に目を向ける人にはイライラします、うん、このタイプ曰く自分の感覚を研究することは、うん、自分のプライベートの時間内にやるべきことであり、うんうん、公共の場では最初に全て評価することなくその場の状況に接したり溶け込んだりあるいは舵を取ったりする覚悟をしておくべきことなのです、うんうん、多分これ僕若干ちょっと説明できると思ってるのは、はい、要はみんなのところに来たら、うん、みんなのことを考えて行動するのが当然だろ、はい、俺やってるよ、うんうんうん、お前らもやれよ、うんうんうん、だってみんなの前でいるんだよ、うん、でみんなのことを考えるのが正解だよね、うん、って、うん、やってる思ったりしてる節はあります言わないけど思ってる、はい、うん、っていうことを言ってるのかなって、あ違ったら申し訳ないんですけど、うん、はいはい、って思いました、うん、なのでちょっとツイッター僕辛いんですよね。というとあの、うん、ルールをわきまえてない、みんながみんなが世の中のルールをってこと、そう、うん、で僕は勝手にツイッターのルールを、うん、なんか面白いことを言う場だろ、うん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 、攻撃をする場じゃないんだよ、うんうん、それは面白くねえよ、そうみんなが痛い攻撃がきついって思うので、うん、もう最近ちょっと見れないまた、うんうんうん、ツイッターが見れない時期になってます、はいはいはい、すいません、はい、っていうことが言いたいのかなって、うんうん、で8番目証明する機能、うん、SEE にとっての8番目、うん、証明する機能は外向感情、はい、この証明する機能としての意味合いとしては、主導する機能と同じく強くて発達しているが、うん、同時に最も無意識の深いところに沈んでいて、うん、無自覚である、うんうん、でこの激しい怒りとして存在を垣間見る以外には、うん、自覚することができない、うんうん、が、うん、背後であなたの世界観を形成している機能と言われている証明する機能が、うんうんうん、SE にとっては FE ですと、うんうん、外交感 外交感情、うん、ワイワイと冗談を言い合うような良い雰囲気をみんなが楽しんでいるという状況をありがたいと感じる、うん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 、そしてそういう雰囲気を作り出すのも非常に上手です、うんうんうん、しかし、うん、良い雰囲気作りは最優先事項でないとは考えてますし、うん、そういう雰囲気を維持したり必要としたりする人々を積極的に求めるわけでもありません、うんうん、そういったことにあまり集中しすぎたりする人を見ると、うん、このタイプの人たちはやりすぎだって思うのが外向感情、うんうん、これを説明しようとすると、うんうん、多分まあ空気見ろよって思ってるんでしょうね、まあ、多分仲良くしようとは思ってる、はい、思ってますで、はい、ただもう仲良く最優先ではないって思ってし、まあ、多分こっちの静かにしてる人たちも見てると思うんですね、うんあうんうん、お前こっちの人のこと考えてねえぞ、うんうん、って言いたくなるんですよ、うん、
でも多分こっちの人はそれを求めてない可能性もあるんですよ。求めてない可能性もあります、ね、はい、うん、でも僕はそれがイライラするんですよ、うん、お前こっち向けよ、で君もっと参加しろよ、うんうん、っていうのを思ってる、うん、はい、そういうやつかなっていう、うん、多分ねこれね、うん、うまく説明できてると思います、はい、はい、っていう、うん、SE は、うん、政治家と言われてるんですよね、はいはいはい、わかります、うん、でわかるし、うん、自分の業の部分ですよね、業の部分業の部分に気づく、はいはいはい、うん、っていう、うん、この SE、はい、皆さんこのソシオニクスいかがでしょうか、うん、面白いですよね、面白いですよね、うん、僕はね、うん、がっちり当てはまった感があるんですけど、はいはい